え、てめえまだこんなもんで終わると思うなよ。このベルトかけてやりたいんだな。ということはてめえセクシー一人相手にするんじゃねえよな。つまりフェロモンズ全員を敵に回したってことだ。おこのベルトは偶然にもチャンピオン側がルールを決めることができるらしいな。おい今林、もうこれは決定事項だ。この7月の名古屋のタイトルマッチは3対1だ。まだまだフェロモンの裁きは下しきれてねえからな。セクシー、一言なんか言ってやれ。辛いことがあれば俺を見ろ。そう、辛いことがあればこの男